When we say Jesus Christ, it indicates that there were two Jesus Christ. One is Jesus who was crucified on the cross, and another one is Christ who was real Christ, the Son of God. Then Leonardo, along with Michelangelo, or these two puppet artists of Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, painted these two Jesus Christ in his masterpiece, one with mustache and another one without mustache. I mean here that Jesus with mustache was a proxy, and Christ without mustache was real Christ. Real Christ was biblical Cain, who was punished with a sign when he murdered Abel. No hair in his face was its sign for Cain, recognizable by everyone. Leonardo left us his message about this in his painting, Baptism of Jesus. Here I, Hiroshi Hayashi, can show you its evidence and proof. 私たちがイエス・キリストというときは、二人のイエスを意味します。一人は十字架で処刑された替え玉イエス、そしてもう一人は本物のイエス、つまりキリスト。ルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスは、ダヴィンチ、ミケランジェロなどの芸術家を通して、これら二人のイエスを正確に表現し分けました。一人はヒゲのあるイエス、これが替え玉です。そしてもう一人はヒゲのないイエス、つまりキリストです。本物のイエス、つまりキリストは、聖書でいうところのカインでした。そのカインは兄アベルを殺害したため、その罰として誰が見てもすぐわかるサインを顔につけられました。それがヒゲだったわけです。ヒゲはあの時代男のシンボルでした。だから本物のイエス、つまりキリストにはヒゲがありませんでした。そしてその事実をダヴィンチは 1+1=1 の原則を使い、イエスの洗礼の絵の中で私たち人間にメッセージとして残しました。以上の事実をこの動画の中で証拠を添えて証明します。広瀬林、浜松市ジャパン。1500年後のイエスはルネサンスの時代にミケランジェロなる画家を通して私たち人間に重要なメッセージを残しました。ミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。この絵の中に775027という数字を隠し込みました。おそらくミケランジェロ自身もこの数字には気がつかなかったものと思われます。775027です。つまりこの775027をヘブライ語のゲマトリアで読むと、キリスト、聖書のカインとなります。ここが重要です。つまり、1500年後のイエスは自分の正体をこのような形でこの絵の中に書き込んだというわけです。77、Christ、50、Biblical、そして27はカインです。そしてこれらの単語を並べると、キリストは聖書でいうところのカインであるとなります。つまりアベルとカインのカインです。兄アベルを殺害したカインです。そしてそのカインを同じくミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いていました。左からアダム、イブ、そして中央がリリトとなっていますが、セントジェロームの翻訳したラテン語の聖書の中ではラミアとなっています。つまりマリアのことです。
そしてその右がカイン、そしてその右が妻のアワンということになります。ここにカインが表現されています。そのカインが、つまり聖書でいうカインがキリストであるということになります。そして壁画です。最後の審判と言われている壁画です。この中央にいるのがキリストです。やはり同じように下に隠し文字の形で77が描かれていました。77、つまりヘブライ語のゲマトリアによればキリストという意味です。この中央にいるのがキリストということになります。顔を比較してみてください。年齢差はありますが同じ顔です。左はカイン、右はキリストです。カシナの戦いのメッセージによれば、キリストは聖書でいうところのカインとなります。そしてカペラシスティーナの中で最もよく知られた絵といえばこの絵ということになります。カペラシスティーナの天井画の中心部にこの絵が描かれています。神が自分の姿に似せて作ったアダムに今まさに命を与えようとしているというふうに説明されています。つまり右が神で左がアダムというわけですが、左の人物はこれはアダムではありません。で、このアダムと先ほどの最後の審判の中に描かれているキリストの顔と比較してみます。これはキリストです。77という数字が隠し込まれていました。このキリストと先ほどのアダムの顔と比較してみます。やや角度は違いますが、違いがないという点でこれら両者は同じ人物、つまり左がキリストですから右もキリストということになります。繰り返します。右の人物はアダムではありません。繰り返します。右の人物はアダムではありません。こうして比較してみると、顔というのは違いがないという点で同じと判断します。ともあれ、左がキリストとなると右もキリストということになります。ともにひげがない点に注意しておいてください。ここまでのポイントを整理しておきます。カインとキリストです。そしてキリストです。右はアダムと言われてますけども、アダムではありません。キリストですが、それは今日のポイントではありません。ともかくもカイン、キリスト、ミケランジェロが描いたとされるカシナの戦いの絵の中では、キリストというのは聖書でいうところのカインとあります。そして右2つは顔でつながります。みなひげがない点に注意してください。つまりカイン、本物のキリストにはイエスにはひげがないということです。これがカインに与えられた印ということになります。カインは兄アベルを殺した罰により顔にサインをつけられます。誰が見てもわかるサイン、つまりひげがないというサインです。そしてその証拠がゼカリア七人の表した The Lost Book of 延期の中に出てきました。この本の内容についてはダ・ヴィンチはもとよりミケランジェロも知る由もなかったはずです。この本が表されたのは20世紀に入ってからです。20世紀に入ってからゼカリア七人がシュメール、メソポタミアの年度版を解読してこのような結論を得ました。そこには次のようにあります。 And the face of Cain on the right was beardless, and the face of Sati on the left with beard was。 つまり
スペリングは違いますが、右側にいるカインの顔にはヒゲがなかった、そして左側にいるサチの顔にはヒゲがあったと。これが文書です。動かぬ文書です。では処刑にされた替え玉イエスはどうであったか。ダヴィンチが最後の晩餐と言われている絵を書き残しています。この中央に座っているのが替え玉イエスです。絵が不鮮明ですからはっきりはしませんが、拡大してみるとヒゲらしきものがあるのがわかります。顎ヒゲですね。英語風に言えば口ひげということになります。で、そのスケッチ画が残っていました。で、そのスケッチ画を見るとですね、まあ顎のところに細いですけどもヒゲがあるのがわかります。つまり替え玉のイエスにはヒゲがあったということになります。注意深くご覧ください。拡大してみました。ここにヒゲがありますね。で、この処刑されたイエス、つまり替え玉イエスにはヒゲがあるということになります。中央が最後の晩餐の絵の中に描かれているイエスです。そしてもう一枚、イエスの洗礼です。この中央に立っている人物が替え玉イエス、向かって右に立っているのがヨハネということになっていますが、これが本物のイエスです。後で説明します。そうして並べてみるとですね、処刑された替え玉イエスには皆共通してこのような薄いヒゲがあるのがわかります。中央のイエスにもヒゲがあるように見えます。と言いますか、ヒゲがあると判断して良いのではないでしょうか。つまりミケランジェロもダヴィンチもこのような形でヒゲのあるイエスとヒゲのないイエスを正確に表現し分けています。さらにダメ押ししておきます。18世紀にジャコム・ラファエリがその最後の晩餐の絵を模写していました。その模写したモザイク画の中のイエスにはヒゲがあります。皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。つまり替え玉イエスにはヒゲがあったということになります。ここで一つ重要なことを補足しておきます。ミケランジェロです。ミケランジェロが描いたイエス・キリストの顔ということになります。そしてダヴィンチはイエスの洗礼の絵を描き残しています。ヴェロッキオとの合作と言われていますが、その絵の中の向かって右側の人物に注意してください。この人物はバプティストのヨハネと言われていますが、そのヨハネの顔は下の3人と一致しています。細かい点を注意深くご覧になってください。つまり上のヨハネと言われている人物は実はヨハネではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。まあ、このように部分的にですね、上下対照させてみると、それぞれがそれぞれの顔と一致しているということです。ということは、上の、繰り返しになりますが、ヨハネと言われている人物はイエス・キリストということになります。上は一応ダヴィンチが描いた絵ということになっています。下は一応ミケランジェロが描いた絵ということになっていますが、これらはもともとは一人の画家、つまり1500年後のイエスによって描かれた絵ということになります。そして下3枚を足して3で割ったのがヨハネの顔、イコール実はこの人物はキリストであったということになります。ではどうしてヴェロッキオとダヴィンチは二人のイエスを描いたかということになります。それを説明する前にもう一度この事実を確認しておいてください。中央にいるのが替え玉イエス、そして
向かって右側にいるのが本物のキリストということになります。替え玉イエスの顔にはヒゲがあります。しかし本物のキリストの顔にはヒゲがありませんが、なぜここで二人のイエスをベロッキオとダヴィンチが描いたかということですが、この手法はダヴィンチは他にもいろいろな場面で使っています。よく知られた受胎告知の絵です。この受胎告知の絵の中ではやはり二人の人物を描きながら一人の魔女すなわちストリックスを表現しています。ローマ時代には最も恐れられた魔女と言われています。ストリックスです。ストリックスについて補足しておきます。ラファエロ・サンチです。ラファエロ・サンチもまた1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。そしてこんな絵を描き残しています。この絵の中に魔女が描かれています。向かって左側から2番目の人物がその人物です。足の部分に注意してください。3本指の足が描かれています。つまりストリックス、魔女ということになります。ラファエロはこの絵を通してここに描かれているのはマリアであると表現しています。その証明は別のところでしましたから、またそちらをご覧になってください。ともかくもここに3本指の魔女すなわちストリックスが表現されているということです。そして同じ足をダヴィンチが受胎告知の絵の中で表現しています。右が一応マリアということになっています。左は天使です。このマリアの足に注意してください。足元に注意してください。この丸の部分です。絨毯の下から3本指の足が飛び出ているのがわかります。隠し絵、騙し絵の方法でダヴィンチはここに描かれている、まあ、右側の人物は魔女すなわちストリックスであることを示しています。ストリックス、つまりフクロウということになります。まあ、このような形でダヴィンチの絵とそしてラファエロの絵が一致します。ストリックスです。一説によるとローマ時代ローマで最も恐れられた魔女がストリックスということになっています。下は以前はリリトと解釈されていましたが、現在はイシュタール、ヘブライ名マリアということになっています。そのイシュタールの足も3本指です。このようにイシュタール、マリアの足とそしてラファエルの描いた絵、ダヴィンチの描いた絵とつながっていきます。共に3本指の足、魔女すなわちストリックスということになります。そのストリックスのシンボリックな動物がフクロウということになります。イシュタールの左右にフクロウが描かれています。同じように受胎告知のこの置物もですね、見方によってはフクロウに見えるということです。そしてその右下に3本指の、まあ、魔女の足が隠し描かれています。もちろん by 林浩司発見です。右下に注意してください。ただフクロウと言いましても耳房のないフクロウを言います。左端の下はですね、これは耳のあるフクロウということになります。一般にストリックスという時には耳房のないフクロウを言います。ですから右下のですね、ダヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中の置物にはその耳房がありません。つまりここに描かれているのはストリックスということになります。そしてその下にあの3本指の足が隠し絵の形で描き込んであります。でローマ時代にはストリックスというのは最も恐れられていたということですね。ストリックスとラミアは2大化け物のことを言うと、そういうことなんですね。
そのストリックスが描かれているということですね。つまりローマ民話においてはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと、幼児や子供を好んで食べていたということです。で、その絵がですね、このような形で表現されている。つまりここで表現されているのはですね、この2人の人物を足して、そして2で割るとストリックスになるということになります。左の天使もこれは猛禽類の翼をしています。そして右のマリアと言われている人物の足からは3本指が覗いています。つまりここでも1+1=1、つまり2人の人物を足して1人の人物を表現しているということになります。ここが重要です。受胎告知の絵の中では2人の人物を足して、そして1人の魔女、すなわちスリックスを表しているということです。そしてその手法は先ほどのイエスの洗礼の中で使われている手法と同じということです。さらにこんな例があります。ダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版です。中央にいるのが聖母ということになっています。そして右に座っているのが天使です。この場合も 1+1 は1人の魔女、すなわちラミアを表しています。中央の聖母の下半身は大蛇です。そして右の天使の背中の部分は尻尾ということになります。ここでもやはり 1+1 は1の手法を使って1人の魔女、すなわちラミアを表しています。岩窟の聖母イコールラミア説 by 林博士について補足しておきます。この岩窟の聖母の下半身に注意してください。この岩窟の聖母の下半身はそのままその後ろ側にある岩とつながっています。胸のところの模様、風合い、様子と後ろの岩が一致している点にも注意してください。これも隠し絵の一つということになります。このような形でレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスは、ここに描かれている人物はラミアであることを示しています。なおラミアとマリアはアナグラムになっています。文字を入れ替えてできた言葉だということになります。ラ・ミ・アを並び替えますとマ・リ・アになるということです。そしてそのラミアは現代アートの中でも
様々に表現されています。ラミアは魔女中の魔女であり、人間の子供を好んで食していたということになっています。そうしたラミアも表現されています。右の絵がそれです。そして左のラミアも腕に赤子を抱えています。つまり餌の子供ということになります。そして先ほどの岩窟の聖母の絵の中では、1たす1イコールやはり1の手法で一人の魔女ラミアが表現されていたということになります。右の天使の、まあ背中の部分はですね、切れていますから分かりませんが、長い尾を引いた大蛇になっているものと私林浩司は判断しています。それについてもまた別のところで証明しました。以上ですが、ダヴィンチが使った1たす1イコール1の手法を皆さんにも理解していただけたものと思います。つまり1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという画家を通して 1+1 イコール1の手法で、実は2人の人物を合わせて1人の人物を表しているという、まあ、手法を使ったということになります。イエスの洗礼の絵の中の中央のこの人物は替え玉のイエス、処刑されたイエスということになります。そしてその右に立っているのはヨハネではなくて本物のクライスト、すなわち救世主ということになります。そして同じ手法が受胎告知の中でも使われているということですね。 1+1=1、 すなわち2人の人物を合わせて1人の魔女、すなわちストリックスを表しているというわけです。そして岩窟の聖母の中でも2人の人物、聖母と天使を足して1人の魔女、すなわちラミアを表しているというわけです。同じように一番上2人の人物を合わせてですね、替え玉イエス足す本物のキリスト、合わせてイエスキリストになるというわけです。1たす1イコール1というわけです。で、この絵の中に表現されているのは、実は替え玉のイエスと、そして本物のキリストということになります。Bye for now.